どうもこんにちは、黒ネタです。ゼルダの伝説知恵の借り物、続きからやっていきましょう。はい、というわけで族長の元に向かおうと思うんですが、その前に、前回の収録の後にスムージーとかをね作っていたら、新しいアイテムを何個か手に入れたんで、それを軽く紹介しようかなと思います。まあ、紹介するほどでもないかもしれないけど、まあ念のためだね。まずは鎧マンゴーを使ったスムージーで、これだ、鎧スムージー、7回復でダメージ軽減1分の効果があるんですよね。いや、これでかいな。まあ、正直そろそろ次のダンジョン攻略もありそうだし、なんなら砂漠にいたあのムカデのボスもういつか倒そうと思ってるんで、まあ大事な時にこれを使おうかなっていう感じです。まあ3個ぐらい作ってありますよと。で、こちらでできたマンゴー集めのミニゲームなんですけど、なんかね難易度が高いやつが遊べるようになりまして、まあ実際に見せると、これ自慢の種っていうモードがあったんですよね。いや、これね、もう俺の読み通りというか、もう予想通りだったんだけど、種から時々トゲが出てくる。もう何が自慢か知らないけども、まあ、トラップだね。ぶつかっちゃうとダメージ食らうし、時間も無駄になっちゃうよってやつで、まあ、それをかわしながら集めろよっていうモードがあったんですが、まあ、それを収録外でクリアしまして、手に入れたアイテムが2つ。まずは、こちら。黄金のセンス。これ、実際収録やってる時もちょっと映ったかな？壁に飾ってあったやつだね。ただアイテムとして使うことができないので、実績なのかな、まあ、ちょっとわかりませんが。で、もう一個、こちら、力のかけら3つもらいました。なんでこいつ持ってんだ。まあよくわかんないけども、まあ3つもらって力のかけらが10個揃ったんで、ちょっとね族長の元に行く前に剣の強化をやっちゃおうかなと思います。うん、族長待たせましょう。なので久々のここ行きます。よいしょー。あの絵ムカつくな。これあれか、ここに飛んでくると毎回映るんか。嫌な位置にあるな。あ、まあまあまあ、いや、じゃあ強化、誰だっけ、お兄さん、なんだっけ、まあいいや、強化お願いします。あ、ルーベリーだ。違う、これじゃなくてこっちか。うん、まあ剣を強化でいいんじゃない。前にゲージは伸ばしたしね。お願いします、どうぞ。まあ今後も収録外でなんかアイテムを手に入れたら、こういう感じに紹介はするかもしれません。まああれが重要アイテムかどうかわかんないけどね。さあ、どうなった？てー、力の剣がレベル2になった。単純に火力アップなのかな。え、これ使わないの？あ、今はそれ以上強化できない。これはストーリー進めたらなのかな。まあ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 、オッケー。まあこっちはまた貯めたらとかかな。ありがとう。では戻りましょう。まあ、今度こそ族長の元へ行きますか。いやー、でもどうなんだろうなー、進展なかったんだよなー。はい、到着。行きますかー。いやー、どうなるかなー。分かってくれるといいんだが、あ、いた、トーナー。裂け目を消せるという証明はできましたかな。できてないんだよな。彼女の話を少しだけでも聞いていただきたく。いやー、ダメか。てか、する前に呼んだんだよ、あなたが。もしかしたらもうちょっとでできたかもしんないんだけど、そこは分かってほしいな。元より無駄な話だったのでしょう。いやー、マジ言い方、私はそう思わない。そもそも騙す理由がないじゃない。まあね、彼女はあれから裂け目が消せることを証明しようと協力してくれました。
私をからかうだけのために砂漠のあちこちを走り回りますか。いいね、うん、彼女は本当のことを言っている。私はそれにかけてみたいんです。どうだ、届くかこの思い。これ以上仲間たちを傷つけたくないから、ゼルダを信じてあの裂け目を消しに行きたい。どんなことがあっても責任を負う覚悟はあります。マジか、族長どうか聖域の入り口を元に戻す許可を。戦士の誇りにかけてお前はそのものを信じるのだな、よく信じてくれるよな。いや、ありがたいけどさ。トーネル強くなったな。私もこれ以上民が傷つくのを黙って見てはいられない。ということは、そこまで言うならそのものの力かけてみたくなった。いやー、いいね、いい親子だわ。いや、こういうね、熱い性格のキャラ好きなんですよね。聖域の砂を抜けばまた魔物どもが押し寄せてきますよ。まあ、そこは俺がやりますよ。うん、まあ、ゲルドの兵士もいますからね。あなた一人で何ができるというのですか。誰が一人だと。お、一人ではありません。え、誰。え、これ前回助けたギルド兵。あ、ちょっと、もう、ちょ、もう、そういうの好き。そういうの大好き。私たちはその子に助けられたんです。私もお墓でその子に助けられました。ああ、いいね。うわあ、協力するよ。うわあ、ありがてえなあ。我々もトーナ様と共に戦いましょう。いや、もうマジでいい。こういうのほんと好き。戦士たちもああ言っているが、お前はゼルダとやらの話を聞く気にはならないか。投げかわしいって言うなよ。こいつ性格悪くない？人の弱みにつけ込んで我々を騙そうとしている。この娘の本性を見抜けないのですか。姫なんですけどね。姫なんですよ。え、マジ？牢に閉じ込めろ。こいつ偽物か？可能性ない。閉じ込めんの？ちょっと待って。この流れで閉じ込める？おう。ゲルド砂漠東の神殿跡にある裂け目が拡大。戦士が数人飲み込まれました。マジ？え？族長が言ってしまうのはまずいような気もするが、お前たちも来い。これさ、族長とか兵士がいないタイミングって絶好だよね。いや、これ偽物じゃねえか。行っちゃったか。裂け目が広がった。もしかしたら入り口を作れるかも。なるほど。あ、でもファセットも行ったの？ファセットが行ったとなると違うのか。まあ、ああいう側近って頭が固いというかね。まあ、そういう立ち回りは必要にはなるけどな。あ、で、東？あ、ここか！結構遠いね。あ、じゃあまあ、オアシスにワープ。よいしょ。で、この右上だよね。ちょっと前に行ったな。ちょっと待って。魔物はやめて。あ、いた。こんにちは。あ、入れるな。じゃあ、二回目のダンジョンですか？助けなきゃ。でもどうやって？任せておきなさい。これまでお前の助言通りにひたすら魔物を倒してきた。なのになぜ裂け目が大きくなるのだ。魔物倒し足りないのかもしれません。いや、やっぱこいつ怪しくない？一度宮殿に戻り、体勢を。おー、まあ、そうだよね。仲間がさらわ、まあ、さ、違うか。飲み込まれてるわけだしね。あ？特に放つ必要はない。じゃあ、行っちゃいますよ。
いけるか。来たー、入り口作れそう。うん、お願いします。いやそうか、まあまあまあ剣強化したしな、戦う準備はできてますよ。行こうじゃねえか、ゼルダ。それはこれが鳥居の地下です。いやすごいでしょ、この裂け目を消して任せておきなさい。じゃあ行きますかね。まだ揉めてんの。見てなかったんかこれを。まあいいや、行きます。来た、ここ無の世界だけど大きな裂け目とはつながる。え、あ、じゃあ別仲間の気配がする。あ、でもそうだよな、聖域に入んなきゃいけないわけだからここじゃねえのか。何かに閉じ込められているんだと思う。ボス？い、仲間の気配5つぐらいある。じゃあボスじゃねえのか。この無の世界のどこかにいる、探し出して助けてあげよう。オッケーです。あー、なんかゲージが出たね。砂漠のし、なーし、読んでますが、まあまあまあ無の世界か。あ、あれそうじゃね。あーあーああ、まああんな感じで捕まってるとそういうわけかい。あ、いける。じゃあまずは左か。あそこはどうする。これだと上がっちゃうし、コスト3だから、あーまあまあまあ普通のベッドでいいか。これを違うね、こうで、あ、足りるか。いや、ワンチャン、ワンチャン、ダッシュ！ダメです。ダメか。だったら、メガドン。で、あ、乗れないのこれ。あれ、そういうわけじゃないのか。あ、高いのかこれ。待って、それは聞いてないな。なら、こうやって段差を作って、こうか。はい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 。いや、便利だな、これ。で、調べると。これで一つ。おー、溜まった。こんな感じですか？いや、メガドン強いな。これさ、例えばだよ。例え、乗らないで。あ！そうか、コスト3だから2体目は出せないか。あー、そうか。いや、そりゃそうだよな。そうか、悪さできねえか。あ、まあ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 。まあ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 。こう出して、この移動ができるだけでもぶっ壊れな気はするがな。ありがとう。もう雲いらないのでは。で、お、飲み込まれた兵士か。こっちも行けそうだが。いや、これさっきのところか。あ、ぽいな。あ、あぶね。さすがにさっきのところっぽい。となるとこれか。ここも広いのかな。おお、メガドン。邪魔だね。はい。まあ、いや、一旦こう言って、一旦出して、はい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 。邪魔。それは邪魔だな。これ、え、待って、二体そこにいる？あー、なら、これで、こうか。あ、痛い！え？あ、びっくりした。ちょっと邪魔だな、これ。もうちょいこう。こうで、こうだ。で、これは足場にすればいいんだ。おしよ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 し。オッケー。二つ目。よし。結構簡単だね。あ、てかダメージが。一旦寝まして。よし。この上はさすがに、あー、いけなさそうですな。よし。あ、なんならこれは上から行ってもいいか。まあ、特に何もなさそうだが。オッケー。で、これもやって、あ、違う。もうちょいジャンプ力欲しいなー。まあ、そういうわけにはいかないんだろうけど。よし。で、うん、神殿跡の無。これ登れないのか。よいしょ。
となるとこっちも気にはなるぞと。よいしょ。あ、何これ。あ、横になってんのか。邪魔だな。こう言ってこう言って、お前出てこいや。あ、ダメか。ちょっと遅かったか。あ、来た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 。じゃあ豚ブリン。え、倒せない。あ、ナイス、ありがとう。まあ、剣士でもいいんだけどね。よいしょ。これいけそうだよな。あ、こうか。いや、これ上でいいのか。あ、ただいける。あー、待ってよ。こうだし、こうだし、上がれない。テーブル出してこうか。はい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 。あ、それか。こうやりこうやりこうやり、これで限界。オッケー。あ、こうか。あ、来た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 。案外ザルだな。どかすだけでいいの。これで3つ。一旦これ消します。オッケー。で、気をつけて。よし、オッケー。よいしょ。で、あと2つがどこですかと。よ、向こうも行けそう。あー、あー、まあ、そこと、いや、行けんのかな。あー、行けそう。あー、待てよ。あ、行けないか。よいしょ。いや、マジでもうちょいジャンプ力欲しいんだよな。本当にちょっとでいいんだけどな。で、あー、またいるか。ほら、お前を外に出し、もうなんなら無視して。あ、マジ、こうか。で、こうやり、ここで、そこか。あー、で、最後あれか。これを調べて4つ目。よし。で、そこか。よいしょ。で、うわー、魔物いるな。まあまあまあ、戦う準備はできてるさ。来いよ。なんなら、献身モードでやるか？久々に。来い。はい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 。よっ。ててて。よいしょ。来い。来い来い。来い来い。おれ、おれ、おれ、強っ。で、解除。あ、全然減らないね。あ、なんならエネルグローブ使えばよかったか。あ、まあ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 、全然強いわ。あー、で、メガドン。よいしょ、お願いします。はい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 。で、消します。で、テーボ。アンドメガドン。よし。はい、楽々。あ、ここにも捕まってるね。あれ、これ？ファセットだー。うわ、やっぱあいつ偽物だわ。なるほどな。いや、気づかなかったな。いや、でも今までの言動を考えれば、そうだよね。いやー、気づくべきだったな。よいしょ。お願いします。で、こう。で、会場。ちょっと被ってますが。これで仲間全員揃ったか？この無の世界にいる僕の仲間みんな見つかった。これでこの裂け目も消せる。じゃあこれで戻ってファセットのことをみんなに伝えよう。いやー、これは一気に動き出すな、物語が。で、まあ実際にこれで裂け目を消したわけだから信じてくれるはずだし、これで次回ダンジョンか。可能性あるね。いやー、歯ごたえあんのかな。どうなんだろうな。お、うわ、ちょっとだけ。
お、てててて2個。やっぱ大きな裂け目を消せないと、ストックは増えないのか。残念。戻ります。ただいま。お、倒れてるね、後ろの方。私酒麺飲まれて。うん。いや、全員無事よかったわ。本当に酒麺を。これで信じてくれましたか。我々もしっかりこう、しっかりとこの目で見たぞ。いや、証人もいるね。いいよ。おい、どこに行こうとしてるんだい。宮殿を開けるわけにはいかん。早く戻らねば。来た。来た。いや、でもマジでそっくりだな。私は一体。その近づき方ちょっと怖いけどね。ファセット。ファセットが二人。セラム様、それにトーナ様、一体どうされたのです、あなたはここで何を、私はこの砂漠に現れた裂け目を調べてたんだ、そういえば私、裂け目に飲み込まれて、そうか、気づいたか、そういった裂け目から現れた、まあ、わからなくはない。魔物の類かもしれません。そうね、違いない。私がどっちを信じると思う、お、いや、さすが族長。強っ、やるね、族長。伊達に族長じゃねえな。でも普通に消えるだけなのか。裂け目が現れてからファセットには不確かな発言が多くなった。疑ってはいたのか。魔物を倒せば裂け目は消える、そういう伝承を見つけたと。聖域から魔物が出るので入り口を埋めるべきと、進言したのはファセット。うまくやってたんだな。思えばゼルダが裂け目から遠、ゼルダを裂け目から遠ざけたかったのかもしれんな。一体どうしてそんなことを。これ、裏で糸引いてるやつはやっぱガノンなのかな。さすがに頭が良すぎるよな。いや、いいんだよ。虫のいい話だが、お前の力でゲルドを救ってくれ。聖域の入り口を元に戻す許可を出そう。来たー。いや、ありがとう。リュウサの底に作られている。リュウサの下とつながる洞窟に栓をして、溢れた砂で入り口を沈めている。なるほど。いや、やりましたね。本物のファセットも戻ってきたし。準備が進んだら正規に向かうといい。頼りにしているよ。お任せを。オッケー。いや、じゃあ、いよいよですか。いよいよ次回二つ目の、ダンジョン攻略。ですかね。まあ、ここに飛んで向かえばいいか。ならそうな。ちょっと今回短めかもしれませんが、一旦区切っておいてもいいかな。で、まあ、前回、まあ、1回目のダンジョンみたいに、すごい長かった場合は、また、収録をして、それを何本かに分けるかもしんない。また偽リンク出てくんのかな。どうなんだろうな。まあ、ちょっと予想がつかないんで、まあ、長くなったら分ける感じでいきたいと思います。ではでは一旦今回はここで区切りましょう。よかったら次回も見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価、押してくれるとすごい励みになりますんで、ぜひぜひお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。